どうもショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。僕たちってお金の問題っていろいろあると思うんですよ。例えば増えないだったり、たまらないだったり、減ってくみたいな、なんかいろんな問題があると思うんです。で、僕もマックス問題があった時っていうのは会社を辞めて起業した直後ですね。まだ全然その仕事で結果が出てなかった時なので、もう3ヶ月後の家賃が払えるかどうかみたいなところまでもう行っちゃった時があったんですよ。で、その時に必死になっていろんなそのお金の知識だったりとか、隣の億万長者的な人からいろいろ話を聞いたりとかして、僕はどうやったらそのお金の面で安心できるのかっていうのをすごく勉強した時期があったんです。で、その中で今でも大切にしている考え方があるので、今回はそれを紹介していきたいと思います。で、最初からもう結論言っちゃうと、お金の最大の問題は見えっていうことなんですよ。そう、お金の最大の問題は見えっていう。で、僕最初これ言われた時はわけわかんなかったんですけどね。どういうことって思ったんですけども、それをちょっとずつその実践をしていきながら、今ではなんとなくその見えをコントロールできるようになって、お金の無駄遣いをなくして、で、貯蓄だったりとか投資ができるようになったんです。そう、なので、もしこの動画を見てくれてる人の中でなんかお金がたまらないな、増えないな、なんか減ってくなって思っている人はですね、もしかしたらお金の最大の問題である見えっていう部分を直視すれば、たまる、増える、減らないになってくると思いますので、はい、もし興味がある方がいたら最後まで見てくれたら嬉しいです。はい、なんだろうこれじゃあちょっとここで見えとは何かっていうその単語の意味をちょっと辞書で調べてみました。人の目を意識して上辺や外見を実際よりもよく見せようとすることだそうです。まあ、人よりもよくありたい、人よりも上でありたいっていうその気持ちがお金を無駄遣いしちゃう原因なのかなっていうふうに感じましたけども、皆さんどう思いますか？じゃあ隣の億万長者的な人たちが見栄をどういうふうに捉えているのかっていうのを、まあ、教えてもらったことを今メモ書いてあります。それは見栄は感情的な病気であるっていうことですね。そう、病気かーみたいな、感情的な病気かー、病気だったら治さないといけないですよね。でも治し方わからないですっていうふうに、その僕が隣の億万長者的な人に相談させてもらったらですね、まあその人が教えてくれたんです。見栄は手放さなくてもいいですと。見栄はコントロールしてくださいっていうふうに教えてもらったんです。で、最初それ言われた時って意味は分からなかったんですけども、今から言う方法、実際に僕が日々やっていることっていうのをじゃあ今から紹介していきます。それを取り入れるとかなり見栄っていうのはコントロールできるようになりました。はい、それでは早速いきます。まずは、見栄が消えたらどんなライフスタイルになりそうですか、想像してみてくださいっていうことです。はい、いかがでしょうか。僕が最初これを質問された時に、その時はタワーマンションのペントハウスに住んでポルシェを乗ってみたいな感じですごく想像したんですよ。もう本当にもうあるあるのみたいな想像してました。でも本当は自然たっぷりの静かな家で暮らしたいっていうのもありましたし、あとは SUV の黒缶って言って、こういうゴツゴツした形の車があるんですけど、本当やっぱこれがめっちゃかっこいいって思うわけですよ。そう、なのでこれを欲しいっていうふうに思えたんですよね。そう、なのでその本当の自分の欲だったりとか、今度こういうライフスタイルだったら嬉しいみたいなものが僕は出てきました。はい、皆さんはいかがでしょうか。続いて2つ目です。今年は収入がゼロだとしたら今あるお金を何に使いますかっていうことです。はい、いかがでしょうか。そう、今年収入ゼロなの怖いって思うんですけども、まあだからこそ今あるお金を本当に大事なものに使うっていうことなんですよね。ちなみに僕は、まあやっぱ食べるための食事とかご飯とか、それでもやっぱ知識とか、スキルとか、その投資は絶対にやりたいですね。なので他の例えば洋服とかもうボロボロのままでいいと思いますし、そう、なのでまあそういう感じです。はい、まあでもこれが正解ってわけじゃないんで、皆さんはいかがでしょうか。続いて3つ目です。周りの人があなたのことを称賛し尽くしたら、まあ、例えばすごいねとか可愛いねとかかっこいいね、偉いね、すごいねっていう風に称賛しまくったら、あなたは次どうしたいですかっていうことです。で、僕の場合は、それ質問された時に、もう他人と比較するとか競争する必要がなくなったなっていう感覚になったんですよ。なので、気の合う仲間の人たちと世界中をオフ会したりとか、なんか一緒に経験したいな、楽しい思いをしたいなっていうふうに思ったんですね。そう、あなたはいかがでしょうか。続いて4つ目です。
カッコつけ費を書き出してくださいです。はい、あなたがそのカッコつけるたびに買ったものっていうのをどんどんノートにリストアップしてみてください。例えば僕の場合、一つ目がこのカメラですね。もちろんいい絵をお届けしたいっていう気持ちでこういったカメラにしてるんですけども、やっぱソニーの α7-3 持ってるっていうふうに言いたいみたいな、でえすげえって言われたいみたいなところもちょっとあったと思います。続いてこちらですね。 iPhone 11 Pro Max ですけども、広角レンズが使いたいっていうのとバッテリーの持ちがいいのでこの Pro Max にしたんですよ。でもやっぱ中にはちょっとマックス使ってるぜみたいな、その当時 iPhone 11 の中で一番ハイエンドなモデル使ってる自分みたいな感じでちょっとそれに酔っちゃうところもありましたかね。で3つ目がこちらですね、カナダグースちゃんです。そう、まあ、ぶっちゃけこれよりも値段が低くて性能が今、まあ、同じぐらいのやつっていっぱいあると思うんですよ。ノースフェイスだったりとか、あとはワークマンとか、まあ、いろいろあると思うんですね。でも、まあ、やっぱこのワッペンがそうつけてたい見せたいみたいなところはやっぱ正直ありましたね。 5% ぐらいありました、見栄が。そうなので、まあ、これもちょっと見栄で買った部分はあります。はい、で僕今シェアしてて思いましたけども、そのパソコンだったりカメラだったりその IT ガジェット系に関してはやっぱまだ見栄っていうのが残ってますね。なのでまあこれはちょっと僕もコントロールどんどんしていかないとなっていうふうに思いました。感情的な病気って言われて、まあ、僕もいやそこまで言う必要ないんじゃないって思いましたけども、でもやっぱそれをこう認識してコントロールしていった結果、無駄遣いが減って貯蓄ができるようになって、健康だったりスキルだったりビジネスに投資ができるようになってっていうところがあります。そして経済的にどんどん磨くなっていったっていうのがありますので、まあ、今回のお話がちょっとでもあのこの動画を見てくれてる人の参考になってくれたら嬉しいです。ということで、今回は以上です。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。